エアーツをかけてタンクのへこみを直してみます。実験をさせてください。オッケーだった。それでは行ってみようかな。行きますよ、せーの。なるほど、圧縮空気すごい。ひっくり返してボンってやってみたいです。これで治っちゃったら今回が最終回。はい、皆さんおはようございます。 DIY ドラクの鉄でございます。はい、へこんだタンクを励ます会第1回目でございます。変なタイトルは思いつきなのでスルーしてください。板金やってたのに板金素人というキャプション入れなきゃ意味不明の私でございますが、はい、こちら板金素人によるタンクへこみ修理の始まりでございます。はい、というわけであらゆるオーナーの元を巡り、そして我が家にやってきた NSR50。 ご覧の通りタンクがべっくりへっこんでるんですよ。ちょっとね、へこみ具合について改めて見ていくんですけども、これ横から見ると分かりますかね。一箇所がへっこんでるっていうよりも、このタンクキャップのこの前の方ですね、ここがこんな感じにボコッとへっこんでるんです。なんかヘルメットがぶつかった後らしいんですけどもね、タンクキャップもろともこう沈み込んでるって言った方がいいのかな。これまでね、小さなへこみのパテ盛りとかやってきた私なんですけども、ここまで来るとパテでどうこうできないもんなので、なんとかしてこのへこみをね持ち上げて直してみたいんですよ。とは言っても板金塗装初心者の私なので、いくら考えても拉致が開かない。というわけで動画の方で皆様にアドバイスをいただいたわけでございます。まずはこれを見てる皆様にお礼でございます。先日ね、このタンクのへこみを直す方法を教えてくださいと題しまして動画の方でアドバイスを募集したのですが、なんと150件ものアドバイスをいただき、本当に感激いたしました。ありがとうございます。せっかくね、たくさんのアドバイスをいただいたので、私にできそうな簡単なものから一つ一つね、試していってみたいと思います。それでね、試したい方法がいくつかあって、ご覧の通りいろいろ買ってるんですよ。まあこんなのとかこんなのとかいろいろあるんですけども、第1回目はこれ、エアーツによるタンクのへこみ修理をやってみたいと思います。ちょっと最初にね、軽い実験をさせてください。こちらも空になった缶なんですけど、キャップのところにこんな穴を開けました。で、これをね、潰します。よいしょ、これくらいでいいですかね。で、これをこれですね、エア、これをこう差し込んで、空気圧でこのへこみが治るかどうかちょっとやってみますね。どこまでこれエアー漏れずにいけるかわかんないですけど、いってみます。3、2、1。すげえ、マジか。ちょっと待って、こんなに戻るもんなんだ。まああの肉厚が全然薄いので当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ただこれわかると思うんですけど、こっち横から見るとこれむしろ膨らみすぎてるんですよ。で、結構鋭くへこんでるところが戻ってないのと、あと後ろがこんなになっちゃった。うわっ、あはは、あ、なるほどね。もう一回やってみよう。OK だった。これぐらいいってみようかな。このつぶれいきますよ、せーの。なるほど、圧縮空気すごい、威力は分かりました。だけどこれ同時にね、やっぱ問題点が分かりましたね。なるほど、タンク容量が増えちゃう危険性があるんですね。よし、じゃあこれ踏まえてね、やってみましょう。はい、それではどうやってエアを入れるかっていう話なんですけど、ここは確かダミーなんですよね。これ関係ないとすると、あとはキャップは使えないとして、やっぱり下か。このね、ガソリンコックのホースにつなぐと、やっぱりいろいろフィルターがあって、ここ細いので、
やっぱここかな。じゃあまずはガソリンタンクを外してガソリンを抜いてしまいましょう。はい、取りました。外しまして、タンクの中どうなってますかね。ちょよし、はい、OK。なんか思ってたよりはサビとか砂とかが出てこなかったですね。はい、それではガソリンタンクの中もチェックしておきましょうか。こうやって近づいていきますとどうか。おお、綺麗ですね。あの奥の方にほんのちょっとサビっぽいものが見えてますけど、十分綺麗だな。ああ、やっぱりこのガソリンタンクなんとかね直してみたいですね。ところでガソリンタンクを膨らませて直すっていう方法についてですね、いただいたアドバイスの中でこのガソリンタンクの中に大豆をいっぱい入れまして、そこにね水を入れて一晩置いとくと膨らんでタンクのへこみが直るっていう方法が実際あるらしいです。すっすごいやってみたいし見てみたいんですけども、さすがに今はちょっとね食べ物を無駄にするってのは良くないと思うので、それは今回パスさせていただきます。すっごい興味あるんですけど。というわけでこれからエアーツをかけてタンクのへこみを直してみます。もしこれで直っちゃったら今回が最終回。さあうまくできるかな。これどうしたらいいんだろう。まず一つ目、このタンクキャップのところって確かエアが抜ける構造になってたと思うから、それをちょっと塞ぎまして、で問題はこれですよね。このガソリンコックのここ、これ単純にこうやって突っ込んでやるのが早いんですけど、とりあえずこれでいってみようかな。あともう一つ教えていただいたのが、金具を工夫してこの中にもうエア圧をずっとかけた状態にしちゃうんですよ。かけた状態にした上でこのへこんだところをバーナーでここら辺を炙って温めると柔らかくなって、もうエアーツがかかってるわけだからポコンって戻るっていう方法とか、あとこの微妙に膨らんでるところをコン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 って叩くと板金の高等テクニックによってこれがポコンって戻るとか、あとあのお湯をかけてさらに内圧を上げて戻すっていう方法もあるらしいんですよ。いや本当に皆さんにねいろんな方法を教えていただき、どれをやろうか本当に迷っちゃってるんですけどもね、ありがとうございます。今回はまず一番スタンダードな、もうこれにいきなりエアーツをボンとかけてみたいと思います。はい、まず準備として気密性を上げます。このタンクキャップのここはビニールでいけますかね。これで効果はちょっとわかんないですけど、しまうかな、しまったね、 OK。 これでおそらくかなり抜けにくくなりましたよね。はい、というわけで余ったビニール袋を切りました。これで気密性は OK でしょうか。よっしゃ、皆さん早速やってみたいと思います。さあこれどうやってやろう。本当はこれもうこんな感じにひっくり返して、でこれをグッと押し付けてボンってやってみたいんですけど、そうするとね皆さん見えないですもんね。俺も見えないけど、どうしようかな。これが YouTube の難しいところ。これだったら見える？あ、これいいな。これで
後ろからこれをこうグッと刺しまして、これでいける？そんなにギュッと押さえなくていいのかな。これよろしいでしょうか。いきます、せーの。おや、そっちか。ダメだー。いや、これなしにしよう。もうこれこのままいっちゃいますね。ちゃんと閉める。圧がかかってんのは間違いない。いってます、かかってくれ。いきます。なんか変な動きを感じたぞ。タンク広がった？ちょっと待って、なんか嫌な予感がする。ちょっと待った、今ですね、タンクのこの幅が広がった。これはダメだ。あかんあかん、ほい、タイダウン。ちょっと待って、これ予想外だな。やばいかもしれないですね。エアーすげえ。今明らかにタンクの幅が変わったので、これで抑え込めるかわかんないですけど、もう一回だけちょっと警戒しながらやりますね。ちょっとやばそうだったら即やめます。これはタンクがつかなくなる。もう行きますよ。いや、怖っ、怖くなってきた。いきます、せーの。動く、見えます？これ、あ、こっちから見た方がいいかな。これ見えるかな。これで後で撮った映像で私もちょっと検証したい。いきますよ、せーの。吸って吐いて、吸って吐いて、いや、やばいでしょうこれ。すいません、あかんわ。ダメだこれ、タンクの形が変わっちまう。というわけで、一応ガソリンタンクはね、車体の方に取り付いてくれたんですけど、これ皆様の注目でございます。下の方に行くとね、ちょっと分かりづらいんですけど、ここはいいんだ。ここずーっと行くとね、これここら辺明らかにね、幅が広くなりました。ここにタンクが当たった跡があるんですけど、全然場所が違うもん。それとね、ここが少し広がってる。エアーツすげー。それとですね、肝心のへこみの部分なんですけど、これ少し膨らんでますよね。ですよね。なんかね、へこみが少し優しくなりました。だけどこれが戻る頃には多分このね、こことかこの幅とか全部でかくなっちゃうので、まあ圧縮エアーはここら辺が限界でしょうか。はい、というわけで、YouTube でよく予想外の結果になったっていうタイトルがよくありますけど、今回は本当に私の予想外でした。広がるんだね。いや、びっくりした。こうエアーつかけた時にこっちが膨らむんじゃないかって見てたら、なんか違うんですもんね。視界の端っこのタンクの幅がこう動いてるっていう。タンクって膨らんだり縮んだりするんですね。というわけで、へこんだタンクを励ます回、1回目は圧縮エアーの予想外のパワーにちょっとビビりました。これ面白いかもしれない。次回はまたね、やってみたかった方法を試してみたいと思います。 Amazon とかでも安く売ってるやつで、くっつけて引っ張るあれです。
というわけで次回も楽しみながらタンクのへこみを直したいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。